ボリス・ポール・ビアンは、フランスの作家、詩人である。セミプロのジャズ・トランペット奏者としても名を馳せ、予儀として歌手活動も行った。日々のあは、北京の秋など、前衛的な作風の小説で知られる。また1940年代後半に、脱走兵の黒人作家と称して、バーノン・サリバンのペンネームで通俗的で、暴力的なハードボイルド小説を執筆していたことも、知られている。 ジャズ批評やアメリカ文学の紹介などの分野においても、顕著な功績を残した。1920年、パリ郊外のビルダブに生まれる。その後、エコールサントラルパリに入学、土木技師の学位を取得する。学位を活かし、フランス標準化協会に就職したが、取るに足りない仕事が多い官職であったため、ビアンはよく暇を持て余していた。第二次世界大戦中のビアンは、 自分の同僚を風刺する小冊子の出版や作曲に、ふけっていた。1940年代後半から1950年代初頭に、かけ、ビアンは10冊の小説を執筆した。バーノン・サリバンというアメリカ風のペンネームで、発行された、ハードボイルドスリラーの小説4作は、金を稼ぐために執筆された。中でも、サリバン名義のデビュー作、墓に唾をかけろが有名である。 友人の出版業者から当時フランスで流行り始めていたアメリカのハードボイルド小説を翻訳するよう依頼されたビアンは翻訳するぐらいなら俺が自分で書く方が早いと墓に唾をかけろを短期間ででっち上げ東海趣味の現れから黒人脱走兵を名乗って出版させた差別者である白人への憎悪に燃える黒人青年の残虐な復讐を描いた物語は大衆からは 好評を得たが、俗悪な暴力小説として求断されて、裁判沙汰に発展するなど、作品としての評価以外でセンセーショナルな名を打った。結局裁判に敗訴したビアンは、墓に唾をかけろの発行部数に比例して、10万フランの罰金を課せられてしまう。その後も、ビアンの過激な通俗作品は、たびたび出版禁止の措置が取られた。 パリのホテルでバイシュンフの残虐な死体が発見され、死体の傍らにこの本があったことも起因となっている。一方、ビアン名義では、自らが本命とする前衛的な作品や赤い草、北京の秋を次々に発表していった。恋愛小説、日々の泡も執筆している。1946年に発表された日々の泡では、プレイヤード文学賞を狙うも、 最終選考で落選した。このことに象徴されるように、ビアン名義の作品は一般からも注目されず、評論家からも酷評を受けた。この間に標準化協会を退職し、分筆業で生活していくことになった。ビアンはフランスで初めてレーモンド・チャンドラーの翻訳を手掛けた功績でも知られる。その当時のフランスでは珍しく、ビアンは アメリカの大衆文化に精通していた。成果が得られない長編小説の創作活動に嫌気がさしていた。ビアンは劇や短編小説や歌などの創作に熱心になる。1958年のダリウスミオーとのオペラフィエスタでの共演など黒人裸足の活躍ぶりを見せた。ビアンはパリのサンジェルマンデップレのタブーというクラブでよく演奏していた。当時、ビアンは 詩の中でも、トローンペネットと親しんで呼んでいた、ポケットトランペットで演奏していた。ビアンの最も有名なシャンソン作品は、インドシナ戦争中に作詞された、反戦歌、脱走兵である。この歌は、フランスの人々に広く愛称されたが、当時ラジオでの放送禁止曲ともなった。ビアンの歌は、セルジュレジアに、ジュリエット・グレコ、ナナムスクーリ、イブ・モンタン、マガリノエル、 アンリ・サルバドールなど様々なアーティストにカバーされている。セルジュ・ゲンズ・ブールなどはステージ上でボリス・ビアンに出会ったことで自分も腕試しに作曲をしてみようと思ったと述べている。ジャズファンだったビアンはデューク・エリントンやマイルス・デイビスなどパリを訪れたジャズアーティストたちとフランスとの橋渡し的な存在として活動した。また、フランスのジャズ雑誌にフランスと アメリカ双方のジャズを扱った数多くの評論を執筆した。しかし、外して黒人のジャズこそを本物のジャズとみなす傾向が強く、白人のジャズプレイヤーには辛辣な批評を示した。ビアンは生涯アメリカを訪れたことはなかったが、アメリカへの憧れは強く、ジャズとアメリカを扱った題材が作品の大部分を占めている。ビアンは長年心臓に欠陥を抱え、 不正脈に苦しんでいた。トランペットを吹くことは心臓病を抱えたビアンには危険なことだったが本人は意に介していなかった。むしろ自分で40になる前に死ぬよと常々語っており、短命を予感していたようである。1959年6月23日の朝、論争の的となっている映画化された墓に唾をかけろの試写会のためビアンは シネママルブッフの館内にいた。ビアンは、プロデューサーと作品の解釈をめぐり、何度も衝突してきた。そして、その日もエンドロールで流れる制作関係者名から、自分の名を外したがったビアンは、この映画を公然と非難した。映画が始まって、数分後、伝えられるところによると、ビアンは、このように口を滑らせたと言われている。こいつらは、アメリカ人になったつもりなんだろうか バカに仕上がって、その直後、急な心臓発作に見舞われたビアンは座席に倒れ込み、病院へ搬送される途中に息を引き取った。わずか39歳での死であった。維持のパトリック・ビアンも音楽家として活動している。ビアンの文学作品は、ジャズに対する愛情と密接に結びついていた。日々の泡の序文で、ビアンはこのように書いている。 この世で二つだけ存在し続けるものは何か。それは、可愛らしい少女と一緒にいて、感じるような愛。そして、ニューオーリンズとデューク・エディントンの音楽だけである。それ以外のものは全て消え去るべきである。ただ、ただ醜いだけなのだから、フランス文学史においては、ある主言語、表現、物語の実験が旺盛に試みられた動きが、 あったが、ハードボイルドのみならず、前衛的な表現を思考したビアンの創作も、少なからずそうした側面を持っている。批評家たちは、日々の泡で、ビアンの独創的な遊び心のある言葉の言い回しは、プロットとキャラクターといった物語一般の要素を補填する四次元的な手段を構成している、と論評している。レーモンクノーは、今までのラブストーリーで、 これほど最も胸の痛む悲痛な現代的なラブストーリーは見たことがないと評している。しかしながら、そういったビアンの特徴的な調子や気風や文章の魅力を翻訳時にその意味を捉え直す場合、翻訳者は直面する困難な壁がある。例えば、ビアンの作品を英語に翻訳する場合、英語特有の比較的不明瞭さが翻訳の困難さを生み出していると考えられる。 エル・イクムは英語で泡、あぶく、しぶきを意味する。しかし、エル・イクムでジュールという表現では奇妙で不自然な作り話というような意味になってしまう。これが典型的なビアンの文学的な側面であり、超現実主義的な感触である。こういったことはすべての翻訳や翻訳者にとって当てはまることかもしれないが、ビアンの小説は純粋に フランス人が使う作品を作り出す上で欠かせない、言語のフランス語として書かれているため、翻訳が困難とされる。ビアンの生存中、彼の作品に対する評価は低かった。しかしながら、ビアンの死後、国東やサルトル、ボーヴォワールらによって再評価され始め、徐々に文学作品としての名誉を回復していく。そして、発禁。 絶版されていたビアンの作品が徐々に復刊され今日に至るまでには全館復刊されている。本国フランスでは1968年の5月革命が勃発した時期から若い読者から圧倒的な支持を受けるようになった。日々の泡は最も外国語に翻訳されている作品で世界各国で出版されている。アメリカでは有名な翻訳は3つある。中でも フロス、オンザ・デイ・ドリームという題名で出版された、スタンリー・チャップマンの翻訳が、最も高く評価されている。その他の翻訳本には、1968年、デューク・エディントンの有名なナンバー、ムード・インディゴにちなんで名付けられた、ムード・インディゴという、アメリカ人による翻訳がある。最近では、ポール・ク・ノブロフフの翻訳本、フォーム・オブ・ザ・デイズもある。だた数、日々の泡は、 日本で原作をもとに漫画家及び映画化されている。ありがとうございます。